画をご覧の皆様こんにちは、 V プレス調査員のめぐみです。さて本日もやってまいりましたオールライトでございます。この番組はですね、全国のパチンコ店様低価値コーナーにスポットを当てまして、分資金1万円の中でパチンコパチスローを楽しもうではないかという番組でございます。そして本日取材にご協力いただきますのは、山形県は南陽市にございますゴリラ南陽店様です。対象レートは5円スロットとなっております。ちなみに軍資金1万円が底をついたら実戦は強制終了でございます。まあ言うてもね、なかなかね5スロで1万円なんて使い切んないですよ。実戦時間だいたい 4,5 時間なんですよね。あれ使い切ったなってことなんで、まあ、使い切れることもございます。がしかし前回の反省を生かしまして、流れを変えようとメガネが復活いたしました。まずはあのね、外見から変えていこうかなと思っております。そして本日撮った台がちょっと予定と狂いまして、秘宝殿、太陽を求める者たちですね。あの伝説への道で終了画面で出してやりました、あの太陽を求める者たちをみかんさんがいつも打ってるんですけど、まあ出たことがないんでね、内書きをちょっと出してやろうかなと思っております。いつもは南陽店様の後にスロットゴリラ色沢店さんに行ってるんですよ。なんであの南陽店様で投資がかさんじゃうと取り戻せないんですよね。なんですが今日は1店舗のみの調査となっておりますので、もうこれができるんですよ。これが1万円スロットからの5000枚とかね、そういうのを見せられたらいいかなと思っております。はい、ということで本日はめぐみさんがゲットワイルドしに南陽店様に行ってきたいと思います。それではスタートです。おはようございます。あれあれなくないですか。あのとりあえずあのみかんさんの定番となっている秘宝殿行きましょうか。多分このグラフだとそろそろ出てもおかしくはない。行きましょう。はい、それでは秘宝殿、太陽を求める者たちでございます。ぶっちゃけ、そんなに打ってなかったんですけど、すいません昨日は301ゲームで終わってますね。まあ朝一ステージ移行すればいいなって感じで、あとはあの当たってから考えます。ある。まずいですね。てかクレアランプ消えてるしね。あれはまずいですね。あ、いいよ、銀の方いったよ。これ両チーでもチャンスじゃない？よし、来ました。高確率128ゲーム。引き上げましょう。チャンスだ。チャンスなのか。そうだ。あ、次なのか。そっか、イラじゃん。そうだじゃダメだよね間違えちゃった。熱い。30、40、80、80いって。なんか引いたのかな。引いてない。当たりました。134ゲーム。よーらーす。終わらせしよう。はい、ボーナスバトルっていう見せ場があったんですけど、勝てず上乗せもなく135枚で終了です。バラバラでしたラスト。ま
方上乗せはございませんでした。引き戻し引き戻し、行くでしょう、これは。マジです。左左マジです。よし左、よし、これはもらった、もろた、もろた。174ゲーム、高学位突入。
お、ガスが来た。左。はい。お、ダブル。モロタ 4.5 の方じゃないけど、モロタ、うわ、嘘だろ、怖い、うわ、冗談じゃねえぞ、モロてなかった、あれ、あ、そう外れるんだね、あれステージも上がったのに、せっかく。はい、今多分 AIT 終わってから382ゲームなんですけど、あの AIT 終わってから1個もいいとこがなくて、天井も痛くないし怖いんでやめます。多分いつものあの台に移動すると思います。ハーデスとか危ない橋を渡るよりはいつもの台がいいと思うんですよ。だってハーデス分かんないもん。でも今日476ゲームノーボーナスのハーデスもある。いや、とりあえず0回転なんでいつものしたいと思います。はい、ということでやってまいりました。いつものモンノーブレーカー全です。とりあえず昨日は37ゲームでやめてるんで、まあありっちゃありの108ゲームまでとしても結局当たるまで打つと思うんですけど行きましょう。500ゲームです。あんなキャラメルがもう21枚しかございません天井目指します。まだ400枚しか使ってないので天井には一応到達できます。ただそこで煩悩場所に入らなかったら今日の人生終わりです。あ、しかも第一カスここで。よし、609ゲーム2回目の回想ショー。たださっき第一カスが鳴ったんでそれでも当たってるのかそれの分なのか分かんないですけど、青青、お、途中で終わっちゃいました。チャンスゾーンがなんだ、おほい、そういうパターンですかこれは7が、あ、スイカ揃うのかな、7揃うのかな、スイカしよう、あ、揃わない、はい、616ゲームで中段チェリーで当たりました。ですよね。
団チェイなんで悟りからスタートです。煩悩マシュも入ってますちゃんと。はい、7ドライはなしです。煩悩マシュいきましょう。20ゲーム発展するかしないかだけが問題なんで。あれあれ何も起きなかったけど。マジ。これダメなやつだよ。これなんか引かないと負けるじゃん。赤だけど。あ、よかった、危ねー、駆け抜けるかと思った。そしてここでチャンス役を引く。よかった、ちょっと泣きそうだった。ありがとうございます。ブレイカー、成仏でいきましょう。はい、今回もボーナスの上乗せはありませんでした。せめて発展させたい。停止ないの。はい、ダメー。あ、なんか引いてよ。マジか。このリプレイなし。はい、中段チェリーを引きましたけど1回しかボーナス当てられず3回で終了です。今プラマイゼロになったんでボーナス当たる前の勝つでチャンスオーに当たってると思うんですよ。それを期待して打ちます。お、赤だよ。はい、ありました、よかった。予算ゲーム。ちゃんと成仏だ。ポイントが少ない。あ、お願いします。来日しました。あ、バケです。構いません。28ゲームボンノーブレーカーはね、バケでもボンノーバスに入る可能性が 70% あるんで、もうチャンス。連打でいきます。ほい、まあまあまあ当たり前ですよ。枚数もさっきとつながってます。20ゲーム間で1回も当てられてないんで当てましょう。おっ、熱い。
い、当たりました。よかった実によかった。エレファント、一応ね1回ぐらい連打したいじゃん。じゃあさあ、よし、プラスになります。ボーナス引けず。さっきそう普通に勝つかとか言ったけどさ、第3勝つだった気がする。当たりだよねじゃん、激アツか継続しかないでしょう。継続、もう一回継続いてもいいよ。お、いいね、もう一回継続。あ、おまねちゃんは勝てると思います。はい、当たった、綺麗です。まあいいか3枚ベルで。これはワンチャンある。いっぱい来ました、かわいい。してるんで発展はするでしょう。千住さんは勝てない。
ない。お、でも膝座が来た。あれ千住さん膝座が来ないですね。ケータ来た。ラスト。お疲れ様でした。これあの悟りボーナス5の1個前のと合わせて13で終わりました。はい、今もう終わってすぐなんですけど、ちょうど時間が来ちゃったので今日は終わりたいと思います。まあ、秘宝伝で1000枚ぐらいのメダルが出たんですけど、それをね、すべて煩悩ブレーカーにつぎ込みまして、一体何枚回収できたのか、結果はエンディングでお伝えしたいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。結果発表でございます。秘宝伝太陽を求める者たちから煩悩ブレーカー全へ移動しまして、天井を目指したら途中で中段チェリーを引きまして、悟りビッグですね、それは伸びなかったんですけど、その後残ってたチャンスゾーンで、いっぱい出まして、結果が、投資がまず600枚ですね。で回収が2205枚です。ということでプラスが1605枚となっております。わー、どうしようって思った。今日は南予店の1店舗の収録だったんで、この結果が出せたんですよ、本当に。だってお昼まで、1300枚全部飲まれてたし。本当に良かった。でやっぱね、煩悩ブレーカーはね、面白いんですよ。多分うちの動画で煩悩ブレーカー3回打ってるんですけど、1回目いっぱい出して2回目は多分飲まれちゃって、で今回なんで大幅プラスであることは間違いない。ぜひ皆さんも煩悩ブレーカー店ございますんで来店されてはいかがでしょうか。はい、あとですね、あの収録後とかこの番組配信の前とか、うちとみかんさんがですねプライベートなことをブログに綴ってるので、ぜひそちらもよかったらご覧くださいませ。ということで本日はめぐみが担当いたしましたオールナイト大賞でございます。また機会がありましたらお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。